アラフォー独身女性専門カウンセラーの深田静香です。今日は私がいろんな物事に対してうまくいかなかった理由をメンタルコーチの先生から教わったのでお話ししていきます。私は最近叶えたい夢ができました。それは2020年の東京オリンピックの聖火ランナーにすごくなりたいと思ったんです。でもそのオリンピックの聖火ランナーの応募が始まってからも応募方法すら自分で検索することもなかったし、先生に相談するまでに1ヶ月以上かかったんです。私はこれまでもいろんなことを考えてきて、あれやりたいなとかこれやりたいなとかたくさん思ってきたんですけど、結局行動することはほとんどなかったし、行動しても今回みたいに行動に移すまでにすごく時間がかかったんです。でも先生は遅いということは波動が下がることなんだっていうことを教えてくれました。そして何よりも早く行動することが大切なんだよと教えてくれました。今までは思ってもしないかしてもすごく時間をかける、そしてその時間をかけた間何もしないということが私の潜在意識の固定観念でした。でも先生は自分の中で行動すると決めたら期限を決めるんだよっていうことを教えてくれました。考えるより自分が思ったことを決めることが先だよということを教えてくれました。そしてだいたいそれは3日以内に行動するそうです。まず1つ目に決めてそれを神様にお願いする、そして人にお願いをする、その次にすぐ行動です。この3つを自分が何か思いついたら3日以内にするということを教えてもらいました。まず何かを自分で思いついたらその日に決めて神様にお願いする、次の日に人に聞く、そして人に聞いたらその次の日には行動する、これを基本パターンにするとほとんどのことはこれでクリアできるそうです。もう思った時点で潜在意識の中ではずっと考えていたそうなんです。それは何日か前にから考えていたのかもしれないし、実はもう何年も前からずっと考えていたのかもしれません。だからふと思ったことはもうその時点で決めていいそうです。だから思いが出てきたらすぐ決断して神様にお願いする、そしてその次に誰に聞くかを考えて、できるだけ次の日に人に聞いて、その次の日には行動するんだよ、そういうふうに教えてくれました。今回は私がうまくいかなかった理由について教わったこと、そしてどういう固定観念を使ったらいいかということをお話ししました。まだまだ私がうまくいかなかった理由はたくさんあります。その理由や固定観念を書き換える作業の方法を少しずつまたお話ししていきますね。深田静香でした。